インド宇宙研究機関、インド宇宙研究機関、インド宇宙研究機関は、インドの宇宙開発を担当する国家機関、バンガロールを本拠地とし、日本円にして約1000億円の予算規模と約2万人の職員を抱え、宇宙関連技術の開発とその応用を目的とする、国内のみならず国外のペイロードの打ち上げサービスも行っている。 インドのロケットの歴史は、イギリス人のウィリアム・コングリーブは、インド人がマイソール戦争で鉄製ロケットを用いていることを真似て、1804年にコングリーブロケットを発明した。1947年にイギリスから独立した後、インドの科学者や政治家は、同国ほど人口の多い国には独自の宇宙技術が必要になることを認識し、またリモートセンシングや、 通信分野での人工衛星の必要性考慮して宇宙機関を設立した。インドの宇宙開発はビクラムサラバイによって開かれたとされており、インド国内では英雄のように扱われている。彼は1957年のスプートニク打ち上げを受けて人工衛星の持つ可能性を認識した。科学技術の発展を重視していた。 初代首相ジャワハルラ・ラアル・ネルは1961年宇宙研究開発を原子力省の担当と定めた。同省長官のホーミ・ジェイ・バーバーは1962年にインド国立宇宙研究委員を設立し、サラバイを長官に任命した。現在ロケット技術を持つ国のほとんどは弾道ミサイル技術から発展してロケット技術を持つに至ったが、インドにおいては、 日本や欧州などと同じように、当初から人工衛星を打ち上げる能力を持つことを目的として研究が進められた。トゥンバ赤道ロケット打ち上げ基地、ツンバ社場、タールズが、ケーララ州のティルバナンタプラムの近くに設置さ、そこから多くの観測ロケットを打ち上げた。1969年、インコスパルは、インド宇宙研究機関に改祖され、 1972年6月にインド宇宙省が設立されるとイスロはそこに所属する組織となった。サラバイは1960年代に NASA の通信、放送衛星に関する研究に参加しており、その経済的な有用性を認識していた。そこでサラバイとイスロは放送衛星とその打ち上げ機の開発に必要な技術とインフラの整備を当面の目標とした。 SLV はアメリカの観測ロケットを参考とし、全弾個体の4段式ロケットを想定していた。同時期、インドは衛星技術の開発も開始した。1975年、インド発の衛星アーリーアバターがソ連のロケットによって打ち上げられた。第2の車上として、アーンドラプラデーシュ州シュリーハリコータニサティシュ、ダワーム宇宙センターが建設され、1979年、 ここから SLV の初飛行が行われた。この初飛行は第2弾のトラブルにより失敗した。1980年の打ち上げは成功し、国産衛星ロヒ21号が軌道に乗った。SLV の成功に続いて、イスロは国軌道に衛星を投入可能なロケットの開発を開始した。このロケットはインドの基幹ロケットとして位置付けられ、 従来からの信頼性の高い個体ロケットに新開発の液体燃料エンジンを組み合わせることとなった。また同時期にイスロは SLV をベースとしたより小型のロケットを開発することも決定した。この小型ロケットは補助ブースターと新誘導システムのテストベッドとしての役割も期待された。PSLV 用の新型液体ロケット開発にあたってイスロは 資金と時間を節約するため、フランスからバイキングエンジンの技術移転を受けた。インド版のこのエンジンは、ビカスと名付けられた。アスルブのテスト飛行は1987年の初打ち上げ、1988年の再打ち上げのどちらも失敗したが、このことでイスロは貴重な経験を得た。また、アスルブの開発を通じて補助ブースター実用化の目処も立った。 アスルブの打ち上げは1992年にようやく成功した。PSLV は1993年の初打ち上げに失敗したものの、1994年に資源探査衛星と通信衛星の打ち上げに成功し、現在に至るまでのインド機関ロケットとしての地位を確立した。この成功を見て、磁機機関ロケットの開発が決定された。 これはさらに大型の衛星を静止トランスファー軌道に投入することを目標としより PSLV の設計を部分的に流用しつつより大型の液体燃料ブースター仕様と上段の極低温エンジンへの換装が行われることとされた。イスロはロシア宇宙省からブースター技術を導入しようとしたがこの計画は政治的理由により途中で頓挫した。 そのため、イスロは一旦キャンセルしていた、国産極低温エンジン開発計画を開け始まる、ことに決定した。2012年9月9日、サティシュダワン宇宙センターから通算100回目の、ロケット PSLVC-21 の商業打ち上げに成功した。2013年11月5日に、インド初の火星探査機マーズオービターミッション、通称、マンガリアンを搭載した。 PSLV-XL ロケットが打ち上げられ2014年9月24日に火星周回軌道への投入にアジアの国で初めて成功した。地政学上と経済性を考慮して1960年代から1970年代にかけてインドは独自の打ち上げロケットの開発計画を開始せざるを得なかった。第一段階において観測ロケットの計画を 成功させ1980年代、SLV-3 やより、先進的なアスル部や、支援設備を整備した。イスロは、さらに先進的なロケット技術の開発にエネルギーを注いだ結果、PSLV と GSLV の技術を生み出した。通常は、SLV、または SL、SLV-3 として知られる衛星部打ち上げ機は4段式の、軽量固体燃料ロケットである。 高度 500km へ 40kg のペイロードを投入できる。1979年以降の各年に2機以上が打ち上げられ1983年に終了した。4回の試験飛行で2回だけ成功した。アスルブとして知られる工場型衛星打ち上げ機は5段式の固体燃料ロケットで低軌道へ 150kg のペイロードを投入できる。 この計画は1980年代初頭に、静止軌道への軌道投入技術の開発の必要があり、開された。設計は、先代の SLV を元にしている。最初の試験打ち上げは1987年で1988年、1992年、1994年に打ち上げられ、退役までに2回だけ成功した。 PSLV として知られる極軌道打ち上げ機はインドのリモートセンシング衛星を太陽同期動期軌道へ投入することを目的として開発された。太陽同期動期軌道への軌道投入は PSLV が出現するまでは商業的にはロシアのみが可能だった。PSLV は同様に小型の衛星を静止トランスファー軌道へ投入可能である。PSLV の信頼性と汎用性により三十機の 衛星を多様な軌道へ打ち上げた。2008年4月10機の衛星を同時に打ち上げ、ロシアの記録を破った。GSLV として知られる、静止衛星打ち上げ機は、インサットを他国のロケットに依存せずに静止軌道へ投入する目的で開発された。現在では5トンの重量物を低軌道へ投入する能力を持つインドで最強のロットである。 静止衛星打ち上げ機マーク EE は、現在開発段階のロケットで、静止トランスファ軌動へ4トンの投入能力を持つ。3段式で110トンの液体燃料コアステージと、それぞれ200トンの推進剤の型燃料補助ロケットと25トンの推進剤を搭載する液体水素ロケットによって構成される。離生時には、約626トンで、 高さは43.43 43メートルで、ペイロードフェアリングの直径は5メートルで、ペイロードの体積は100立方メートルである。これまで、正式度へ重量の大きい衛星を打ち上げるときに、インドでは他国へ依存していたが完成すれば、他国へのありを断ち切るばかりか衛星打ち上げ、市場においても優位になる。ロケットは、GSLV の技術を受け継ぐが、派生型ではない。 2014年12月18日に弾道飛行試験に成功した。発足以来、イスロは数多くの人工衛星を打ち上げてきた。代表的なものとしては、IRS シリーズ、正式軌道上のインサットシリーズ、GSLV で打ち上げられた、グサットシリーズ、PSLV で打ち上げられた、メツット1などがある。2007年現在、 イスロによって製造された人工衛星は計4 5機。チャンドラヤーン1号はインド発の月探査機である。無人の月探査の任務には、軌道周回機とムーンインパクトプローブと呼ばれる装置が含まれる。PSLV の改良型の C11 で2008年10月22日に打ち上げられた。打ち上げは成功して2008年11月8日につき、 周回軌道に投入された。可視光、近赤外線、蛍光 X 線による高分解能の遠隔探査機器が搭載されていた。2年以上にわたる運用が終了して、月面の化学蘇生の分布地図の作成と3次元の断面図の完成が目的だった。極域において氷の存在を示唆する結果が出た。月探査において、イスロによる5台の観測機器と NASA や イーサやブルガリア宇宙機関等、他国の宇宙機関による6台の観測機器が無料で搭載された。チャンドラヤーン1号は NASA のルロと共に月に氷が存在する有力な手がかりを発見した。2009年、イスロは火星探査の準備を始めたと発表した。当時の発表では2013年から2015年に打ち上げるとされた。 GSLV によって火星よりも外の軌道に探査機を投入するために、イオン推進機、液体燃料ロケット、または各推進機の搭載を計画しているとされた。その時点で火星探査のための調査は完了しており、科学者たちは科学的な提案と対象の選定を行っていると報じられた。2013年11月5日、 最初の火星探査機の打ち上げに成功した。正式名称はマーズオービターミッションであるが、通称としてマンガルヤーンと呼ばれている。2014年9月24日に火星の周回軌道に投入され、アジアで初めて成功した火星探査機となった。イスロは2009年に有人宇宙計画に12,400クロアの予算を認められた。 宇宙委員会によると予算が降りれば2013年に無人機の打ち上げが予定され、有人の打ち上げは2016年とされた。しかし、経済環境の悪化により計画は遅延し、2014年の時点では2021年頃になるという見解が関係者から示されている。実現すればインドはソビエト、アメリカ、中国に次いで世界で4番目に独自に開発した。 宇宙船による友人の打ち上げを実現させた国になる。宇宙カプセル回収実験スペースキャプセルリカバリーエクスペリメントは、インドの PSLV-C7 ロケットで3機の衛星と、共に打ち上げられた12日間軌道を周回してから、危険に再突入して、ベンガル湾沿岸に着水した。スレイ -1 は、軌道を周回するカプセルの回収技術と、 周回軌道上での微小重力化における実験を可能とする技術の実証を目的として設計された。それには、熱防御、後方誘導、制御、減速と浮上装置の試験と同様に極く超音速空気熱力学、ブラックアウトでの通信の管理や回収も意図されていた。イスロは、スレイマイナス2とスレイマイナス3の打ち上げを、 将来の有人宇宙飛行に備えて予定している。イスロは宇宙飛行士の訓練施設をバンガロールに2012年に設置を予定している。無重力環境下での状態を想定して水の中で訓練を行う施設を使用する。救助や回収や放射線環境も予定される。イスロは打ち上げ時の加速を模擬する遠心力による工事施設を建設する予定である。 同様に2015年に有人宇宙飛行のための新車場の建設が予定される。これはサキッシュダワン宇宙センターの第三車場になる予定である。イスロは3人の宇宙飛行士を7日間起動を周回することを予定している。インドの宇宙船はオービタルビークルと呼ばれ、インドによる有人飛行計画の根幹をなす。 カプセルは3人乗りに設計され計画では、ランデブーとドッキングの装置の付与も、更新型で予定される。3トンのカプセルを高度 400km の軌道に投入する予定で2名が登場して、最大7日間滞在する予定ある。最初の低温エンジンを搭載したロケットの打ち上げ、試験は2010年4月15日に行われたが、 液体水素エンジンの失敗により予定された軌道への投入は失敗した。有人宇宙飛行計画では、有人宇宙飛行の監督計画が予定され、事前の準備計画が承認された。計画では2名または3名が登場した、完全自動の軌道周回機が、約 300km の低軌道を周回して安全に帰還する。イスロは、 複数の新世代の地球観測衛星を近い将来打ち上げることを予定している。同様に新型のロケットや人工衛星の開発も進行中である。イスロは火星や月へ探査機を送ると述べている。GSLVMKE については記述のため省略。完全再使用型二段式宇宙輸送機を実現するための第一段階として一元の技術実証機の 打ち上げが構想されている。この目的のために、有力再使用型ロケット技術実証機が設定された。RLVTD は、極超音速飛行や自動着陸、エアブリードサイクルエンジンを用いた、巡航飛行や極超音速飛行の試験機として、数々の試験が予定される。最初の一連の実証飛行に、極超音速飛行実験が予定される。 2016年5月23日午前7時に、サキシュダワン宇宙センターから全長6メートル程度の無人の試験機の打ち上げに成功した。高度6万5000メートルに到達後、インド洋の沖合に着水した。民間航空省は、スペース、ベースとオグメンテーションシステムとしても知られる、衛星による GPS 補完システムの導入を決定した。インドのスペースシステムは、 GPS g p s a d e t k オオ m e n t e d n a v i ゲーションのアクロニムにより、ガガンとして知られる。計画では、衛星広報には、技術実証機の試験において航空局とイスロが協力して行い、2007年に8機のインディアン、レフレンセシャンズ広報衛星を軌道へ投入し、八空港とバンガロール近郊の基地局間で連携した。最初のガガン広報のペイロードは2010年4月に、 グサッとマイナス4の軌道投入が予定されていたが、搭載していた GSLV-D3 が打ち上げに失敗したので、軌道に投入できなかった。グサッとマイナス8とグサッとマイナス10の2機は、その後静止軌道へ投入された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。